長野県駒ヶ根市よりお越しの長野県看護大学よさこいサークル児玉の皆さんです。今年のテーマは紬、宮田村祇園祭りを題材にしています。祭りの最後を飾る神輿を心柱一本になるまで破壊する暴れ神輿を作品の中心に、児玉の元気と団結力を皆様に全力でお届けします。それでは踊っていただきましょう。長野県看護大学よさこいサークル児玉の皆さんです。どうぞ。それではさあ、祭りの季節、宮田祇園の幕が上がる。どうぞ。